What's up guys? どうも皆さんこんにちは、リュウです。今日はね、ワーホリ出稼ぎについて話していこうと思います。そして僕の給料を公開します。はい、ということで改めましてこんにちは、リュウです。まあ前の動画でも言ったと思うんですけど、まあ、僕はワーホリ4カ国目、まあ今現在ニュージーランドに来ています。まあ、ニュージーランドに来た目的っていうか、まあ、理由は、まあ、来年世界一周に行こうと思ってるんでね、まあ、そのための資金を稼いに来たっていうか、まあ、最近ね、あの巷でも話題になっている海外出稼ぎ、まあ、ワーホリ出稼ぎについて、まあ、そんな感じでね、稼ぐためにワーホリに来ました。ニュージーランドって本当にオーストラリアの小さい版みたいな感じなんですよね。オーストラリア2年いたんですけど、まあ、オーストラリア行った時にほぼほぼ1年半ぐらいそのワーホリでバナナファームで働いてたんですよね。バナナファームがね、意外と良くてですね、まあ、本当に週1000ドル、まあ、今円安中なんでね、まあ、めちゃめちゃ、まあ、多分大体週1000ドルで、まあ、ほぼほぼ今100円ぐらいなんで、まあ、大体週10万で、月に換算すると40万ぐらいで、まあ、手取りでもらえてたんで、あ、大体ね、こういった生活ができるなっていうのはね、まあ、貯金した生活ができるなっていうのはね、もう目に見えてたんで、ちゃんとね働けばね、まあ、なんでもう確実に貯金はできるだろうっていう確信があったんで、まあ、ニュージーランドにしました。まあ、今現在僕あのニュージーランドのどこにいるかっていうと、1個前の動画でも言った通り、オークランドから南に6時間半行ったところにあるレビンっていう小さな町にいます。実際シティからだとウェリントンから北に1時間半ぐらい行ったところにいます。で、野菜ファームで働かせていただいております。野菜ファーム、まあ、いろいろ何するのっていうのがですね、まあ、もう本当言うて農業ですね。もう簡単に言えば農業です。ドライバーの人だったりね、収穫する人だったりとか、でそれを運ぶドライバーの人がいて、植え付けプランティングとかする人もいて、あとはパッキングですね、まあ、その市場に出すパッキングする人もいてとか、いろいろね、まあ、そういった会社で働かせていただいております。まあ、今僕がもらってるポジションはそのパッキングだったりとかプランティングをねのポジションでやらせていただいております。まあ、実際仕事はですね、まあ、1日朝8時から夕方の5時半ぐらいまで、で休憩1時間なので、まあ、実際 8.5 時間1日働かせてもらって、でそれを週5から6、月から土か月から金とか、まあ、その辺ぐらいですね。まあ、大体週に換算したら、まあ、40時間から50時間ぐらい、まあ、大体ね、その天気によって誤差はあるんですけど、まあ、大体週40時間50時間ぐらい働いています。で、まあ、時給はね、23ドル、今の日本円に換算してみますね。まあ、今、まあ、絶賛円安中で、まあ、でもニュージーランドドル弱いんですけど、まあ、今87円ということで、まあ、87円かける23ドルで、今、まあ、大体2000円ぐらいですね。まあ、2000円弱かな、まあ、まあ、大体そのくらいの時給でね、まあ、やらせていただいております。まあ、全然日本よりは高いし、まあ、いいかなって思いますね。で、まあ、大体週にどのくらいの給料もらってるのっていうのはね、もう給料明細見せた方がいいと思うんで、まあ、見せます。こちらになります。はい、ということで、まあ、こんな感じですね。まあ、週6でこの週は週6で働いて、51.38 時間働いて、でレートが23ドルで、トータル1181ドル稼いでますね。まあ、日本円に換算すると、総支給10万200いくらぐらいですね、週に。でこれに、タックスが引かれてるんで、まあ、タックスが238ドル。まあ、今働いてるとこがあのアコモデーションもついてるんで、まあ、アコモデーション そのレントも差し引かれて125ドルですね、引かれています。で、まあ、手取りですね、まあ、手取りで残るのが818ドルになります。818ドルは、7万1000円ぐらいをもらってます。まあ、これがいいのか悪いのか、まあ、ぶっちゃけ、まあ、いい方ですかね。まあ、これを4週間続ければ、まあ、24万ぐらいの、まあ、手取りでもらえるって感じですね。で家賃の心配もいらないしみたいな感じです。はい、で実際ね、まあ、この辺はね本当に何もないんで、実際休みの日は本当にスーパーとか、まあ、ドライブとかしか、まあ、行くことないんで、
まあ、実際ねそのスーパーにも1週間に1回ぐらいしかね、まあ、行かないので、まあ、実際週で100ドルぐらいしかね使わないですよね、まあ、ガソリン代だったりとかなんか軽く飯食ったりとかでなんかスーパーのねグロッサリーのお金で、まあ、週にね100ドルぐらいしか出ていかないんで、まあ、大体700ドルぐらいね、まあ、月貯金できてますね、まあ、700ドルは、まあ、6万ぐらい週6万円ぐらいね、まあ、貯金できてるっていう感じですね、まあ、6万の ×4 で6424、まあ、24万ぐらい貯金できてるかなっていう感じです、うん、まあもちろんね時給も高いし、まあ、こんな感じで貯金できてます。どうでしょう、いいですかね、いい方ですかね、まあちょっとよくわかんないですけど、まあ他の人たちはどんな感じなのかっていうのはちょっとあんまりわかってないんですけど、まあこんな感じですね、まあ、ぶっちゃけ、まあ、こんなに貯金できてるのは出ていくお金が少ないっていうことですかね。週1日2日ぐらいしかね休みもないし、別にそんな遠いとこまで、まあ、周りにはねもう何もないんで、まあ、わざわざシティとか行こうとねあんまり思わないし、まあ、軽くビーチでのんびりするぐらいしかね、まあ、休日ないですし、まあ、なんでやっぱ出ていくお金が少ないっていうことですね。まあでもその中での贅沢っていうか、スーパーはね本当になんか自分の食いたいものとかもちゃんと買うし、で飲み物とかも買うし、アルコールだって買うしみたいな感じで、まあ、そこはね、ケチらずに買って、でも週100ドルぐらいしか出ていかないんで、まあ、やっぱり、ね、このファームジョブの魅力はやっぱ田舎だからこそのこういう魅力だと思います。まあ、もちろんねパブとかレストランとか、まあ、ちょっとね近くに行けばあるんですけど、まあ、ぶっちゃけそんなに美味しくもないし自分で作った方がマシだろっていう感じになっちゃうんでね、まあ、やっぱり僕はそのファームが稼げるって思うところの理由がやっぱり出ていくお金が少ない、まあ、そこに尽きるかなって思います。まあ、そしてもう仕事だけっていう感じになるんで、まあそんな感じですね。あ、今現在その野菜ファームで働かせてもらってるんで、野菜本当に持ち帰り放題なんですよ、ね。まあ、キャベツも育ててるし、ネギも育ててるし、大根育ててるし、まあ、とにかくいろんな野菜を育ててるんで、まあ、本当になんか好きなように持って帰っていいらしいんですよね、僕の会社は。まあ、なんで本当に野菜代とか一切かかってないですし、まあ、そこも本当にありがたい面かなと思います。まあ、あとそのニュージーランドってあのホリデーペイって言って、まあ、一応有給みたいなやつがもらえるんですよ、ね、なんか1ヶ月ぐらいもらえるんだったら、まあ、あんまりよく分かってないんですけど、まあ、実際その働いた総支給の 8% がもらえるらしいんですよね。まあ、それを換算した時にその有給がだいたい1ヶ月分ぐらいになるのかな。まあそうなんですよね、まあ、そうなるんですよね。自分のたまったそのホリデーペイを有給として使ってもいいし、辞めた時にその残ってる分のその総支給の 8% 稼いだ額の 8% を全部戻してもいいしみたいな感じに、ね、なってるらしいです。まあ、僕はそれはよく分かってないんですけど、まあ、ぶっちゃけその有給で使うのもよし、辞めた時に一気に返してもらうのもあり らしいですね。まあ、僕のね今働いてるワーホリの子とかは、まあ、最近その3ヶ月経って、まあ、出て行ったんですけど、まあ、ぶっちゃけ多分5日分ぐらい5日6日分ぐらいねそのホリデーペイが溜まってるらしくて、まあ、実際多分1000ドルぐらいねあるんかなと思いますけど、まあそんな感じで溜まっていくらしいですね。まあね、年間通してだったら、まあ、ぶっちゃけもう200万ぐらいは全然貯まるかなと思います。うん、ちゃんとファームでしっかりね時間数もらえればと思います。日本でね1年で200万貯めようと思ったら、まあ、なかなか難しいと思うし、まあ、これがね実際そのワーホリ出稼ぎのリアルかなっては思いますけど、まあ、あと、まあ、実際注意しないといけないっていうか、まあ、実際このファームジョブは結構シーズナルっていうか、まあ、季節限定の仕事だったりしますね。3ヶ月収穫の時期だけ、まあ、例えばニュージーランドだったらキウイフルーツが、まあ、有名ですよね。まあ、キウイフルーツのピッキングとかあるんですけど、まあ、時給はね本当になんか、まあ、アワリーじゃない時もあればその歩合制でなんか頑張った分もらえるみたいなやつもあるらしいんですけど、まあ、なんで、まあ、結構シーズナルワークだったりします。まあ、なんでそのめんどくささはねちょっとあるかなと思います。なんかそのシーズンに合ったとこを転々としなきゃいけないっていうのもあるし、まあそこはねちょっと難しいところかな。偶然ね僕のその会社は年中仕事があるらしいんですよね。まあ、夏場はもっと忙しくなるし、で冬場も冬場でまあそこそこあるしみたいな感じですね。まあ、でも今ちょっとそんなに忙しすぎるってわけじゃないんですけど、まあ年間通してね仕事あるんで、まあ、僕はねずっとここでね、やっぱなんせ移動がめんどくさいんですよね。正直ねもっとそのシーズナルワーク歩合制のとこに行けば、まあ、稼げるところねいっぱいあると思うんですけど、僕はこっちの方がね絶対一番貯まるかなと思ってね、まあ、ここに決めたっていうか、まあ、ここ今はねもうずっとここにいようかなっては思ってます。まあ、正直ね今冬なんで、まあ、僕の会社も別にそんなに仕事があるっていうか、まあ、あるんですけど、
まあたまに休みになったりするところもあるし、まあね、特に冬場はもう本当にあんまりどのファームも仕事がなかったりするんで、うん、まあ本当に季節とか天候によったりしますね、やっぱこの仕事は。まあでも出ていく金もお金もね少ないし、まあ、本当に貯金する上でやっぱファームっていう仕事は本当に一番ね、ワーホリする上で、まあ、オーストラリア、ニュージーランドでワーホリする上でやっぱ貯まる、もう稼げるとは思っています。ぶっちゃけ、まあ、シティジョブするよりかは全然貯金できるかなって思います。で、あと、まあ、そのファームで働く際の英語力に関してなんですけど、まあ、実際英語力は、まあ、正直いります。ぶっちゃけ、うん、まあ比較的いらないか、うん、比較的そのシティジョブとかね、そのレストランとかに比べると、まあ、ぶっちゃけいらないとこはあるかなと思います。ね、レストランでねウェイターとかねやる人よりかは別に使う必要はないかなと思います。本当に、ね、ちゃんと身振り手振りで、まあ、英語でねその説明してくるけど、まあ、全然なんかジェスチャーとかでね多分仕事全然覚えられると思うんで、まあ、英語力に関してはね、まあ、そこまで心配する必要はないと思うんですけど、やっぱリスニングがやっぱ、ね、一番大事ですね。やっぱなんて言ってるかが一番多分大事っていうか、ちゃんと説明をね聞ければ本当にもっと稼げるっていうか、やっぱ英語に関してはやっぱちょっとはいるかなと思うんですけど、でも比較的必要ないかなと思います。まあ、ぶっちゃけもう本当にやる気だと思います。本当に分からんならもう何度でも聞けばいいし、まあ、本当にやる気と仕事できるかによると思います。まあ、あとやっぱり他のねレストランとかホスピタリティな仕事に比べて、まあ、ぶっちゃけ体力も必要やし、うん、そうですね、まあ、ちょっとその辺のきつい部分はあるかなと思うんですけどね、まあ、実際お金を貯めるとかね、自然をね満喫したいっていう人にはね、もうファームジョブ本当におすすめです。はい、ってことで、まあ、僕のねワーホリ生活のリアルっていうか、ワーホリ出稼ぎのリアルはこんな感じですね。まあ、ぶっちゃけね、まあ、このままいけばちゃんとお金も貯まるだろうし、まあ、もちろん仕事ない時もあるかもわかんないですけど、まあ、今はねこの仕事を続けて、まあ、貯金をして、で夏になっていくにつれて、まあ、キャンプだったりとか、まあ、いろいろドライブとかもね、まあ、いろいろ回っていこうと思います。そして1年後にはね世界一周をねスタートさせようと思っております。ということでね、まあ、今後ももっとそのねもっと暖かくなってきた時に、まあ、ニュージーランドのねいろんな Vlog をね撮っていこうと思うし、まあ、大自然をねバックにいろいろ旅していきたいと思うんでね、まあ、これからもご視聴のほどよろしくお願いします。でまたチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ということで、まあ、ぜひね皆さん、あのワーホリは英語だけじゃなくて稼げるし楽しめるし、まあ、本当いろんな目的があっていいと思うんでね、まあ、皆さんぜひワーホリ行く際には楽しむ充実したワーホリ生活が送れることを祈っております。ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。